あ、おめえなんかまだ僕だよ、僕そしたら、これフルボッコしたらその瞬間ご主人さん、彼が誰かわかんないんですけど、お前がな、100人でやったな、タコとは違うからな。だから、イケイケの出るやんけ。おっしゃー、元気？レジェンド、レジェンド、イエーブレイキングダウン。今日集まっちゃってんだけど、もう皆さんで練習してるんです。そうなんだよ、プラン練習しないからね。続き挨拶ね。やっぱりね、5対5マッチってことでね、これは燃えないわけがないでしょ。絶対勝ちてえから、今日全国からみんな集まってもらったんだ。はるばる北海道から来て、長野から来て、茨城から来て、千葉から来て、ねえ、なお前らのためだ。みんな若いですよね。みんな若いんだよ。もう今日合宿みたいな遊びだから。まあ、ね、間違いない、うん。喧嘩なんて遊びみてのもんだから。やるときはやるよ。まあ、人より多く戦ってきました。それでもベスト。あれさ、井上でしたっけ、帰り俺ら裏の方で、話してたら、井上歩いてたんですよね。さっきちょっと遠目から見たら、めちゃめちゃ本当足引きずってるんですよ。蹴りますよ、蹴りますよ、膝膝みたいな入れてんじゃん、俺は。それのテクニックが出たことね、引いてんじゃないですか。あれやったら入れてた。いや、俺は絶対、健康教えてやれって言われたら、ぶっ飛ばすんで。なんで地上に出ないのってよくコメント書いてあるんですけど、何回も捕まっちゃうからなんですよ。やりすぎちゃってます。そういうことなんですよ、皆さん分かりました。試合でですか、それとも路上で。いろいろ路上ですよ。僕が彼の年だったら間違いなく仕事です。ここでやればいいじゃん。すごい方なんですよ。強い。お前がな、100人でやったな、タコとは違うからな。タコ掛け始めたトーナメントでな、勝ったって意義合ってんじゃねえぞ。これが多分一番舐められちゃったのかなって。せっかくこの枠に入れてもらったら一番舐められたんで、まあ、ちょっと今回先頭なんで、勢いづけるためにも一発目で必ず失神させるつもりで。いや、もう本番はもうバチってもう目ギロンギロンになってるし。大丈夫です。クソだけでも舐め腐れやがって。何を勘違いして全員アイドル気取るか知らんすけど、だいぶ舐められてるんで、しっかり分からせてやろうかと。まず最初に一発目失神させます。ガキどもね、やるら。あ、おめえなんかまだ僕だよ、僕。ちゃんとランドセルからやり直しこい、このやるら。まだまだお前らはここ、俺らはここな、一生懸命上がってこいよ。待っててやっからよ、俺らがいつでも壁になってやっから。ヒロ君、やってるらしいね。俺もやってるから。こっちの殴り合いでカードだけで盛り上げれる思ってるんで、お願いします。ええやんけ。お願いします。だからイケイケの出るやんけ。だから親父とか言わんとってください。自分の地元の友達も悲しむんで。分かったよ、イケイケのヒロさんで来てください。俺は俺や。よし、見とけよ。アンポ君のチャンネルとかでね、見ててやたらイケイケなのいいなと思って、こいつ面白いって思って、ガチっぽいなって思ってたの、なんか消化不良だったりしますね。多分ヒロさん暴れる気満々でいたと思う。そうなの、こないだちょっと暴れすぎて超カットされてるし、であまりにもテル君爽やかだったから、もうテル君来てよって思ってた。そのために俺準備してきてたんだから、いっぱい技をね、喧嘩の。
いや、やりたかったね、ちょっとね。もうなんかそう熱い感じで来られちゃうとね、やっぱ男として答えたいじゃん。実はね、まだ見てないのよ。やばいでしょ。で、今から見るから。いつも研究しないタイプ、あんまりしなかったから。試合中やってたから。はい、でも、1分間しかないから、さすがに試合中研究できないだろ。はい、もう、俺らずっと練習してなかったの。ね。早期決戦しかないわけよ。最初から行くわけ。前回、思いっきり。で、すぐ倒す。めっちゃ慣れてる。もう、初っ端思いっきり行くのは慣れてる。本当に。速攻だよ。もう多分いきなり正面衝突だろうな。いきなりババ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 ン、パン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 って始まると思うよ。やるかやられるかだよ。金網はね、金網の、やっぱりやり方があるから。本当に。どっちが好きですか、金網とリング。金網かな。金網、この圧迫感、なんかマジで閉じ込められて、檻の中にで、勝ったやつが出ていく、閉じ込められてそこで戦え、みたいなね、やばいでしょ、どう考えても。まあ、慣れてきたらね。俺がやったろ、お前。誰？名前なんつう？ラージハイだ。お前も誰？ラージハイだ。お前も誰やねん。今まで結構ある程度の位置まで行って、なかなか挑まれなくもなったりとか、それこそあの樋口君も一回なんか対戦では怪我して、樋口君の対戦では、で全国で探した時に俺ってなった時に、俺のことは断ったみたいな感じらしいんで、なかなか挑んでくるやついないみたいな状態なんで、まあ面白いなと思いますね。俺の映像とか見たことあるのかな。大丈夫と思うけど、1分とか本当どうなんのって感じなんで、自分でも分かんないですよ。10分とかプラだったら5分で、なんで10分なんで、10倍飛ばしていいよって言ったら、それ全部で、なんかお前あれやな、エクソンも出さないし、なんか三冠のお父さんみたいな格好してだわ、粉々になっちゃう、腕だみたいな。そんなぐらいなんで、自分でもどうなるか分からせるだけですよ。未知って怖いですよ。俺28から一人習い始めて、それまでは本当21、2から28ぐらいまで一人で本当山の中でトレーニングして、漁師やりながら網引いたりとか、タコツボ上げたりとかっていうので、まあ、全部手でやるんで、まあ、赤子のように優しく、あの授業参観してやろうかなと思って、お父さんが。Do you want to die today? Bitch! Motherfucker? なんか見てないっていうのは、あ、ジョリーの あの映像まで見てないし、試合ですか、試合。え、もうだいぶ2週間切ってますけど、あ、なんか俺昔からなんか試合の相手のなんか映像見ない癖があって、見たらなんか汚ねえなって、ああ、対策っちゃって勝手に、いつもそんな感じなんだよね、昔から、四角の時から、ぶっつけ本番みたいな、得体の知れねえやつみたいな、なんだこいつみたいな、今回はちょっと見ちゃおうかな、ジョリーの。ジョリーぶっ殺してくれってみんな超ウケる、嫌われてんだな、あいつブルの人たちは。僕もガリ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 ずっと落ちろと思ったの。本当にうちでやってくれるんだったら足止めてノーガードでやるくらいの、そんなあのうちはやりたいよね。こうやってよバンバンって言ってよーいとんとかで一発ずつでもいいよ。じゃあ次が俺やな。ロジョリー、本番全開で行くからよ。な、フルで行くからよ。な、おめえもよ、全開で来いよ。な。三河幕府背負って、家族背負って、先輩後輩背負って、今までやったやつら背負って、どんだけでけえか分かるか。
おめえらによ、もうそれを背負って俺はやるんだよ。まあね、練習なんかやるね。ここからお前から。そうやね。ああ、レジェンドのね。地下格闘技は最後、酒飲むまでが地下格闘技だ。はいはいはい。行くぞ、おめえら。よっしゃ、おめえら。よっしゃ。あれ、俺北海道の試合行った時に、俺の友達が負けちゃって、負けた瞬間、その相手の野郎にドロップキックでかましたの。走ってて、走ってて、したらフルボックスされた。その瞬間、地下格闘技ってもう知らなかった北海道に火がついて、我々です。うおー、間宮くんのあっちこっち、もう知らなきゃ。俺もバチンバチンの、その時はで、もう大乱闘。俺が悪いんだけど、そこから俺らも参戦してね、突っ込んでる。で、もう100対1な勢いなわけよ。言ったら自分のホームがあんまないわけよ。で、もう最後の大将戦になって、兄貴と向こうの南忍ってやばい、うん、行かれた人もいない。両方の入場半端ねえから、すごい、もうあいつら待ち構えてた。俺は半端ねえから、もうこれはカフェがすまないって思ったね。伊勢では北海道がビビったね、本当に。で、その南さんと広田さんが試合して、負けてからチームを発足する、作るってなって、自分が収集かかってチーム作って、そのチームの頭でずっとやってでね、南さんがな、お前ら、俺の敵取ってくれっつってな、若い人のみんなに。若い人取ってくれっつって、この敵取ってくれっつってな。その時に立ち上がる自分なんで、サップ君とヒロ君と、いけなかったサトルも一回やってってみたいな。俺もやるよ、あいつ。あいつばっくりだべ、俺が来るっつって。で、俺もでもサトルも断面行ったよ。はっきり言って、はっきり言って一番俺が言ってるからね。全部カットされてるからね、言っておくけど。兄貴行ったって思って、じゃあ行くでしょ、うん、そうだ、まあ、うん、祭りとしたら。そうなんだよ、祭りの点だって、そうじゃない。そのよ、兄弟セットになっちゃうから、気をつけろよ、どうしても。本当は乱闘の時はよ。ああ、おめえなんかまだ僕だよ、僕。え、ちゃんと乱闘するから、やり直してこい、この野郎。え、まだまだ、お前らはここ、俺らはここ。な、一生懸命上がってこいよ、待っててやるからよ。